レナータ・テワルディは、イタリアのオペラ歌手。1950年代から1960年代に、かけてのミラノスカラザの黄金期に活躍し、20世紀後半における、イタリアオペラの代表的な歌手とみなされている。イタリアのペーザロに生まれ、パルマのアリゴ・ボーイと音楽院で、カルメン・メリスに学ぶ。1944年ロビーゴ劇場で、ボーイとのメフィスト・フェレノ・エレーナを歌いデビューした。 1946年5月11日、戦災で破壊されたスカラザの再開記念コンサートにおいてオーディションに応募。この時大指揮者、アルトゥーロ・トスカニーニに認められ、24歳の若さでデビューし、好評を博す。これにより、エレーナ、ミミなどで出演の機会を得て成功を収める。その後イタリアだけでなく、欧米各地のオペラ劇場に招かれ、 歌手としての地位を揺るぎないものにした。ロンドンのコベントガーデン王立歌劇場に1950年、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場には1954年、それぞれ初舞台を踏んだ。特にメトではデズデーモナが大好評で、以後常連出演者となった。1950年代から1960年代にかけてイタリアオペラ界でマリア・カラスと人気を2分する人気を得た。 またマリオ・デル・モナコ、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、フランコ・コレディ、ジュリエッタ・シュミオ・ナートなどの名歌手と共演し、数々の名舞台と共に優れたレコード録音を行ったことも特筆すべきである。得意とした役柄は、トスカ、マノン・デスコミミ、アイーダ、デズ・デー・モナ、レオノーラ、マッダ・レーナなど。カラスとは、ライバルとして敵対していたかのように言われることがあるが、それは、 熱狂的なファン同士の噂であり、本人同士は不仲であったわけではない。EMI のラツワンプロデューサーウォルター・レックは二人をノルマで共演させることを望んだが、当時のレコード会社の専属契約や二人の多忙から、これを断念したという。日本では1961年9月から11月に、第3回 NHK イタリアオペラ公演で、来日してまたレーナ及びトスカを歌い、 全世紀の歌唱で強い印象を残し、また1973年にも単独で来日し、リサイタルを開いている。1976年に現役を引退。2004年12月19日、サンマリノにある自宅で死去。82歳房打つ。出展。ありがとうございます。